はい、おはようございます。今日は2023年の6月8日の木曜日、第2木曜日ですね。ここはね、今朝6時10分前ぐらいです。それでここはね、名古屋のね、千種区の、JR の千種駅の近くですね、のコンビニ、この後ろにコンビニがあるんですけど、建物がね。でここはコンビニの駐車場なんですけど、自分はね、寝ても覚めてもビットコインと、言ってるわけなんですけど、ビットコインは将来性があるということを信じてね、いずれ金とかね、銀とかそういうものと同じように、値上がりすると、値上がりするっていうより、その通常の通貨ね、日本円とかドルとかそういうものが価値を失っていくというふうなことを、言ってみたら信じてるわけなんですよ。これはまあわからないよ。それはまあ経済学者じゃないで先のことはわからないんだけど、自分なりに調べてね、ビットコインの仕組みですよね。それを調べてね、どうなっとるかというようなことを調べて、で、これはいけるなということをね、思ってるわけ。で、今日ね、1ビットコインがだいたい370万円という金額になってるんだね。だから、買えば370万円、手数料がかかるから、5% くらいかな。ちょっと高くなるんだけど、売ればね、370万円で売れるわけ。でもそこ手数料引かれるからまた370万円より低いんだけどね。それは売ったり買ったりすれば、業者がね、そこで利益を得てね、でビットコインを売ったり買ったりしてると、ビットコインから円に変えたりね、円からビットコインに変えたりと、そういうことをしてるわけね。だからそれだけのビットコインは価値があるかないかはそれはわからないんだけど、そういう金額で買うことができるし売ることができるということなんだよね。現にね、いやそれ昔ね、だいぶ前だけどね、3年ぐらい前かな、ビットコインを買うのはいいわね、買えばいいんだから。日本円がビットコインに変わるっていうことで、それがまたね、面白いんだな。あれなんかね、ピッてやるとパッと変わるからさ、面白いんだけど。で、そのビットコインを持ってるわけね、結局、形の上では。で、そのビットコインを今度はね、3万円、ちょっと小遣いっていうか、お金がね、なくなったりすると、その貯金を下ろすみたいに、そんな感じで、当時、コインチェックっていうところで、売ったり買ったりしてたんだけど、そのコインチェックでちょっと3万円ぐらい日本で何か買いたいなというような時に、3万円ぐらいね、だから計算して 0.00 いくつ1ビットコインとかね、そういう金額を売るわけ。そうするとね、売れるわね。売って日本円が例えば3万円とか言ってね、あなたの資産はどれだけですかっていう表があって、そこに日本円がゼロだったところが3万円になって、でビットコインが3万円ぐらい減るわけね。でその他に当時何だったかな、リスクだったかな、なんかあったかな、持っとった。で今持っとんだけど、そういうあなたの資産はこれだけですよっていうのがあって、枚数があってね、でその横に現在の価格だとこのぐらいですよみたいな数字が出てるんだね。でそれがビットコインが3万円減って日本円が3万円増えるわけじゃん。でそれはいいよね。それは日本円でビットコインを買う
買い方だからそれはやれば分かるんだけど、ところがその日本円にして、その日本円を自分 の、 あの銀行口座ね、あのだって日本円がないと物を買えないからさ、そのコインチェックから3万円をその自分の銀行口座に送ると、これねやると本当に来るのかなと、なんか不思議じゃんな。ビットコイン売ってその金を自分の銀行口座に送って、それでその買えるわけだ何か。でそれができた、そのできた時の嬉しいことを言ったらね、なんだもん、そんなことでお前嬉しいのかって話なんだけど、だけどビットコインって数字だけじゃない、数字だけがあるわけじゃない、だからそれが本当にお金になるかどうかなんてわからない、やってみりゃ。でそのビットコインを売って3万円ぐらいにして、それを銀行口座に送金して、それで銀行口座から引き出せるわけじゃない、ATM でね。でそれでそれを持ってどっか名古屋かどっか行って何か買えば買えるわけじゃん。だってあこれビットコインって現金やなって、そのね何を言っとんだ今更っていう話だけど、そのね当時としては嬉しかったわけよ。あそうか、これはもう日本円をビットコインに変えて、でビットコインを日本円に変えて何か買えるなと、こういう何かサイクルがもう完成したみたいな感じでさ。まあそれもあるけどね。それから今いろいろ話題になってるバイナンスっていう取引所ね、世界最大とか言われてるけど、世界最大の取引所にがあるわね。でそれをコインチェックでビットコインを買うわけじゃん。でビットコインをバイナンスに送るわけじゃん。でしばらく置いといて、バイナンスから今度はまたビットコインをコインチェックに戻して、コインチェックから銀行口座に戻して日本円にして何か買うとかいうことできるわけじゃん。そうするとあなんかどこ知らんよ、バイナンスの会社はどこにあるか知らんけどさ、どっかあるわ、どっかにあるんだろうけど、でそこにあったビットコインが現金になるわけじゃん。でそれがね不思議だなと思って、それ全部スマホでできるわけ。まあ当時はねパソコンでやっとったんだけどね、まあ、今はスマホでやれるけど便利だから、スマホの持ち歩くからね。だけどまあ当時はパソコンでやっとったけど、まあ一緒だわ。そういうねことがねパッパッパッパできるわけだ。だってねこれ不思議だ、これこんな便利だな、便利っていうかスマホでいろいろやれるんだからさ、これそのまあ今にこれ世界中に広がるなということを思うわけね。まあそれでね、まあ、そういうことがあって、まあ、妙に嬉しかったんでね、その、なんていうの、ビットコインが金になるっていう、金とかお金ね、日本円になるという、まあ、そういうことで、まあ、他にも、そうそうそう、その、アマゾン、そうそう、アマゾンでね、自分はアマゾンの口座持ってないけど、買えないけどね、吉野薫っていう人がね、松本市におる、今もおるんだけど、その人がアマゾンで、まあ、いろいろ買うことができるということを言っとったからさ、で自分がねこの小さなスピーカーみたいなものが欲しかったわけ、アマゾンに売って、これ3000円ぐらいで売っとるよって言ったからさ、でそれ買いたいなと思ったんだよ。でじゃあそれ俺金渡すでさ、その吉野薫っていう人に金をお金渡すからそれ買ってよって言ったら、いや何言っとんの、そのビットコインで買えるよって言うんだね。今知らんよ、今どうか知らんけど、当時あれビットコインで買えたわけ、その3000円ぐらいのスピーカーアンプみたいなもんだね、ちっちゃな、このベルトにつける、腰につけるやつ、中国製だわ。ほんでそれを買う、今もあるけど、うちにあるけどね、それをね買うときにビットコインで買えるよって言ったんだ。あほんじゃ俺ビットコイン俺持っとるで、でそれからそこから払おうかって言ったら、じゃあ払え、それちょっと貸してみたいな感じで、自分のスマホからそのなんていうのアマゾンのまあどっか知らない、そういうところにその 0.00 いくつみたいな感じで出るんだ、ね、確か数字が出とった、ビットコインならこれだけですよっていう。でそれをQR コードでそのピッと送るわけだ、ピッと音はしないんだけどチャッと送るわけで、そうするとその
1週間もたたんな、まあ、3日ぐらいかな、3日ぐらい後に送られてきたんちゃんと。ほんだってね、ビットコインからいきなり物が買えるということはその時初めて知ったんだ。まあそれからやったことないけどね、そういうことは。もう自分はまあビットコインた引き出すってことはやらない、ため、まあ、買う一方だからさ。まあ金がなかったらそれはまあビットコイン売ってさ、今言ったように銀行でお金を下ろしてさ、使おうと思ってるけど、まあ今のところそういうことないからさ、それやってない、うん。まあそれからね、今日で寝ても覚めてもビットコイン、ビットコインってどれがいいということでね、昨日だな、越境 3.0 の石田さんっていう人のね、YouTube 見てたらね、今年の夏ね、ブリックスっていうね、ブリックス、ロシア、中国、インド、それからどこだった、ブラジル、南アフリカか、その5カ国のその首脳会議ね、ブリックスの要はその、まあ、大統領とかさ、首相とかそういう人が集まって、どこで場所は言わんかった、場所は分からんけどね、夏だって言って、夏にあるって言ったんだ。だからまあ今6月から7月8月ぐらいにあるんだと思うけどね、そのブリックスの5カ国の首相がね、どこで集まってそのいろいろ相談するわけだ。でも集まるっていうことは、その外務省の役人がね、まあ、集まって事前にいろんなことを相談して、じゃあ首脳会談でこういうこと確認をしましょうなんてことはもう事前に決めるわけだよ。そんないきなり会っていきなり相談するなんてことはないわけで、その石田さんがね、 YouTube で言うには、そのブリックスで取引するのに、まあ、ドルはやめてそれで何かその共通のものを作ろうじゃないかっていうね、相談をするか、相談がまとまったかじゃないかっていうふうに石田さんが言ってるわけ、越境 3.0 の石田さんがね。でそうなると、まあ、現在ドル、アメリカドルが価値が維持されとるというのは、世界中で貿易の決済にドルが使われとるから、特に石油ね、それでドルっていうものが世界中で使われとるわけだ。だけどもブリックスっていう、要するに、まあ、地球上の人口の半分ぐらいが、半分以上が加盟しておるブリックスの諸国がね、まあ、何かね、こういう通貨でやりましょうという話をするんじゃないかっていうのが石田さんの予想なんだけど、まあ、自分もそうなんだわ。まず決まらないかもしれんよ、決まらないかもしれんけども、少なくともドルではやらないようにしましょうは決まると思う。まあ、現在もうすでに決まっとるんだけど、そういうことは5カ国の2つずつが相談しても、ドルやめましょうということは言ってるから、当然5カ国集まっても、まあ、これからドルはやめましょうと。だからブリックスの中の、まあ、例えばロシアのルーブルとかさ、それから人民元とか、ブラジルの何かとかね、そういうの3つぐらいでやりましょうという話になるのか、それともね、これはね、まあちょっと可能性としては少ないけどね、ブリックスとして共通の通貨を作ろうとかね、まあそれもそのブロックチェーン そのビットコインの仕組みをその使ってね、それでブリックス の要するに1ブリックス2ブリックスみたいな感じで、その1ドル2ドルみたいなことをね、ブロックチェーンで作って、それで1ブリックス2ブリックスみたいな感じで、それで貿易の決済やりましょう、これデジタルブリックスだな、そういうものができると、自分はまあそれ一番嬉しいというか、それ一番いい形だなと思うけどね。ところが、まあ、人民元の、その中国のね、デジタル人民元か、あれがもうほぼ完成しとるんだな。で完成してもう今、ね、使われとるから、その人民元を
ブリックスの全他の国がね使えばいいね。だけどやっぱり中国だからさ、あの大元が、だからそれはね多分嫌だっていう国があると思うんだわ。あの中国っていうのはあんまり信用されとらんでさ、でそのそこで中国が何かね約束すればさ、いや中国の人民元使って、デジタル人民元使ってくれたらね、 うちらはこういうことでちゃんと約束するから、今みたいにドルみたいにさ、あのお前とこ使う、使わせんとか、お前とこ使わせんとかさ、お前とこ使わせんとかいうその制裁に使うとかね、そういうことはないようにするとかね、何かそういうような約束すればね、あの他の国が納得すればデジタル人民元がブリックスの中で使われるけど、まあ、それはねちょっとちょっと可能性は少ないと思うんだね、うん、だけど何にしてもそのブリックスが首脳会談で集まって何か決めると思うんだ、決めるとか確認するとかね、こういう方向で検討 しましょうみたいな感じになるもんで、そうなるとこの今 ドルの価値がこれぐらいだと、これはグッと下がるでしょ、うん、グッと下がるわけ。そうすると、まあ、世界中の資産持ってる人が、こらあかんと、こんなドル持っとったらえらいことになると、アメリカの株持っとったらえらいことになる、でそれをバーンと売って、それでビットコインを買うんじゃないかというのが自分の予想なの。だから寝ても覚めてもビットコイン、ビットコインと言っとる意味がそこにも一つは一つだよ、まあ、いくつもあるんだけどさ、いくつでもあるんだけど、それがまあ一つの、まあ、自分の考えとるね、寝ても覚めてもビットコイン、ビットコインのその根拠の、うん、まあそういうことです。まあ分からん、これはまあ分からんでも分かってもどっちでもいいんだけど、そういう話なの、うん、それからね、まあこの間からもう何回も言っとんだけど、アメリカにしても日本にしても、まあ、EU にしてもさ、そのすごい勢いでね、借金が増大してるわけじゃん。その、ね、政府の借金ね、アメリカ政府とかさ、日本政府とかさ、EU とかさ、まあ、各国 の政府とかも借金がもう莫大に上がっ増えて、もうニッチもさじゃ首が回らない状態なんだね。でアメリカ債務上限が来たって、それを法律で決めとるから、これだけがしかず借金していけませんよっていう数字がある、そこまで来ちゃったもんだ。でこれも借金できないでどうしようっていう話で、これがなくなったもんで、ここに来たもんでまた上がる、借金できるって、そういう話なんだけどね。だからそんなもん いつか行き詰まるわけじゃん。ほんでその借金が増えとる原因がもう、まあ、日本人でいうと 99.9% ぐらいね、 99.9% ぐらいがその政府の支払いがたくさんあってね、いろいろ福祉とか教育とか、まあ、いろんなものがあってね、防衛とかいろんなあって、そこお金がいると。だけど税収が少ないから、仕方がないから借金してますと。で借金がこれだけこれだけ増えましたって、こういうこと言ってるわけじゃん。でそれは真っ赤な嘘だよって、まあ、自分は言ってるわけ。まあ、それもね、まあまあ、今日思った自分はね、74だよ、74も半分過ぎたけど、その最近気がついたの、ほんと最近だよ、その収入が少なくて出てく方がね多いから借金がこんなに増えましたと。まあ日本でいうと1200兆円で借金が増えちゃったと。だから増税が必要なんだけども、まあ今のところで増税できんからね、仕方がなく借金してますってこう言ってるわけじゃん。ごめんって、ごめんが、ごめんとも言ってないな、当たり前に開き直ってるな。それでね、でその借金が増えたのは、それは支払いが多いからじゃない、使うところが多いから借金が増えたんじゃない、それは通貨の制度、通貨制度、円とかドルとかユーロとか、通貨制度の制度上、通貨を増やさなきゃもうやっていけない仕組みになってるわけ。なんでかって言って、通貨には金利がついてるから、金利を払うためには通貨を増やさないと払えないわけ。そういう仕組みになってる。だから通貨が増えていくわけ。
増やさなダメなの。増やさないと行き詰まる。はあの崩壊する。通貨制度が崩壊する。まあ、それじゃなくても崩壊するんだけど、だけども借金やめたら通貨制度が崩壊する。だから通貨制度を無理やり、まあ、ふくらしく入れて、あのパン焼いたみたいな、パンじゃないな、ふくらしく入れて、小麦粉を でお好み焼き焼くみたいな感じで膨らましとるわけ。だからもう何でもいいわけ。もう戦争でも何でもいいから、とにかく金使って借金するわけ。それで通貨を増やしとる。だからこのもう必要だから、あの借金が増えたっていうじゃないの。借金増やすことがあの目的なの。それをね、だから言っとるで、ね、自分もね74年間、まあ73年間、それは気がつかんかったわけ、うん、だけどそれが分かった。だから借金ができたんじゃない、借金作っとる、借金やっとるわけ。あのやらないともう通貨制度が崩壊する。だからもうあのちょっと皆さんもね、あのこれ 見た人ね、よかったね、あの真実が分かって、あの支払いが多いから借金ができたんじゃない、借金を作って通貨を増やすために借金してるって、そういう、もう膨らましとると、借金、そういうこと。それをあの気がつかないか、気がついた方がいい。だけどこれはもう いつか行き詰まる。どっちにしたって行き詰まっとるんだけどさ、まあ、そういうことで寝ても覚めてもビットコインと言っとるわけじゃん。でビットコインは借金で増えとるわけじゃないのでさ、あの徐々に増えとるよ、それは徐々には増えとるけど、そんなねびっくりするほどは増えとらん。だから値上がっていくわけじゃん。まあそういうことで、あの借金は日本政府の目的です。はい。それからあのよくね、靖国神社の、これはねビットコインと直接関係ないんだけどさ、靖国神社に参拝するとか参拝せんとか言ってね、参拝する人はあのなんだ、あの右とかさ、参拝せん人は左みたいな感じでやっとるやん。自分は行ったことないよ、靖国神社は行ったことないんだけど、まあ総理大臣なんかがね靖国神社に参拝すると、まあ、中国とかいろいろわわわわ、中国とかそういうとこ言うわけだわ。それからあのまあ日本もね、いわゆるその野党が追及するわけだわ。野党でも全部じゃないけどね、あの一部が追及する。で なんで靖国神社にあの行ったらその抗議されるかっていうことなんだけど、その要はその戦犯ね、あの戦争責任の犯罪者だ、戦争犯罪人だ、そう言って言う人が、その言われとる人が7人ね、東条英機以下、名前知らんけどさ、名前あの名前覚えとらんけど7人だね。あの、まあ、結局その判決が出てね、有罪ということで、それであの死刑になったということになった。いや本当にね、殺されたかどうかもわからんよ自分は、まあ、そう思っとんだけど、南米の方に行って生活しとんじゃないかということも思うんだけど、まあ、ヒットラーでもさ自殺したことになっとるけどさ、南米で90何歳まで生きとったとかなんかって言う人おるけどさ、まあそれはわからんけど、まあ一応処刑されて、その火葬されたと。で火葬されたんだけど、その骨の一部がその愛知県の三ヶ根山っていう山があるんだわ、ちょうど海の方だけどね、海が見える山だ、蒲郡っていうと、要はあっちの方だ。でそのそこにあの7人のね、墓が、あの戦犯の7名の墓があるということなんだけどね。まあ自分は行ったことないけど、まあ、でも一度行きたいなと思って、参拝するとかじゃなくて、どんなとこかなと思ってね、近くまで行ったことあるけどね、そこまであの戦犯のお墓には行ったことないんですよ。でね、まあ今日はその戦犯の話じゃなくてね、
戦争で、前の戦争ね、先の戦争、日本では330万人が死んだって言われてるんだよ。空襲とかさ、原爆とか、戦争、満州に行ったり死んだりさ、それから東南アジアに行って死んだりして、330万人が死んだっていうふうに、だからもう非常にたくさん死んだわけね、人がね。死ななくてもいい人が死んだわけじゃん。で、アジアでは2000万人ぐらい死んだって言われてる。分からんよ、これはね。これは分からないけど、そのぐらいが死んだって言われてるんだ、アジアでね。で、その戦争を始めた、戦争の責任者が7人ということや、ね、で、7人以外もあったんだよ。戦争犯罪人の、その容疑者っていうのはいっぱいすごいたくさんいたんだわ。だから全部釈放になって無罪放免になっちゃったんだよ。無罪になったのかどうか知らんけど、要は アメリカが当時占領しとってさ、日本を。それで、戦争犯罪の容疑者も、もう一緒くたにして恩赦したみたいな、そんな感じになってるの。分からない、扱いはどうなってるか知らんけど。で、7人は戦争犯罪人という判決が出て死刑になったことになってるんだけど、その後ね、どのぐらい後かちょっと忘れちゃったけど、国会決議で、その死んだことに対してね、それは公務災害、公務によって死んだっていう扱いになった。戦争犯罪人で処刑されたんじゃなくて、国会決議ではその公務で死んだって、こういうことに国会決議でなっとるらしいの、どうもね。だから、その言ってみたら犯罪者じゃないわけじゃん、国会決議。そういうことなの。で、いいんだけど、たった7、だからさ、まだ他に戦争犯罪人がいっぱいいたわけ、何万人っていたわけ。それでね、だけどそれがちゃんとね、けじめがついとらんわけだ、自分としちゃね、自分の考えを言うとね。だからその後ね、その後、日本の中の政治家、それから企業の上の方ね、放送界、マスコミ、それから教育界、で、ありとあらゆるとこに、永久戦犯容疑者が戻ってっとるわけ。戻ってった、入り込んでる。今それが日本なんだ。今の日本はそれなんだ。永久戦犯容疑者の国なんだ。だから、その7人が戦犯でさ、それで、なんていうの、戦争犯罪、戦争責任とかね、なんとか、だけどさ、考えてみてね、戦争をやりま、要するに真珠湾攻撃、あるいは満州に軍隊を出す、そういう、それから満州に行っとったんだけど、それは北進っていうんだね。で、今度は南進ってやつか、東南アジアの方に行くやつね、南進。それはもう全部、天皇がこう議長みたいなとこにいて、あと大臣とかなんかが並んどって、御前会議っていうのがあったわけ。それも議事録が今あるはずなんだけど、その重要なことは全部御前会議で決まっとるわけじゃん。だから、天皇が承認がなかったら、昭和天皇ね、がなかったらできないことなの。できないこと、仕組み上そうだ。だから、いくら大臣がさ、満州国作りたいってね、それから南の方に軍隊を派遣したいとかね、それから真珠湾に奇襲攻撃させたいとかね、そういうことを提案しても、天皇が、いや、ダメだと、そんなことは。戦争になって人死ぬから、
と言ってくれたら戦争にはならなかったわけじゃん。だからそれはね、そういうもんだよ。当時としてはそれはもう最高責任者が天皇だったからね。だからだけど全然だから昭和天皇は90歳ぐらいまで、90いくつかな、80いくつだったかな、まで生きとったわけじゃない。戦争犯罪人で死んだのは7人だけどさ、まあそういうことでさ、あんまり天皇に責任があるなんて言うとまた期間中で期間中で撃たれるけど、ね、まあ、狙撃され殺されるともいかんで、それはまあ歴史的にはそういうことでしたよっていうことなんで、責任があるかどうか、まあ見逃した日本人も悪いっちゃ悪いよね。そういう風な世の中になっていく、もう分かっとったんだからさ、今みたいなもんで、今と一緒だわ。今みたいに戦争の準備でトマホークというミサイルをね、500発買うとかさ、そういうこと言うても秘密でも何でもない。それはそういうことで国会で、決議されるわけじゃん。だけどこう決議賛成する議員を選んどるのは日本人なわけじゃん。だから日本人みんながね、悪いっちゃ悪いわけじゃん、これから戦争になっていったらね。だからまあ、だからって言うと俺が悪いことなんて言われたら困るっていう人おるだろうけど、ね、でも理屈としてはそういうことなの。まあ、そういうことでさ、7人だけがもう戦争犯罪人で、あとは無罪放免って、これはねちょっと納得できんだ、私自分としてはね、自分としてはだよ、うん、それからね、昨日ね、これはまあビットコイン、寝ても覚めてもビットコインとは関係ないんだけどさ、日進市に電話してね、愛知県の日進市ね、議会事務局っていうのがあるんだよ。どこの市にも議会事務局っていうのがあるんだけどね。それでね、陳情っていうね、議会に対して陳情ってでき、陳情って要するにお願いね、私はこういうふうに思いますから、こういうふうに思いますっていう、その陳情、こういうふうにやってくださいとかね、こんなこと納得いきませんとか、まあ、何でもいいんだけど、そういうようなことが出せるわけ。それ誰でも出せる、別に日本人じゃなくても出せる、外国人でも出せる、住所不定無職でも出せる。それでね、昨日電話してね、聞いたの、何聞いたいうとね、もし陳情を出したら、その陳情っていうのはどうなりますかっていうことを聞いたんだ。そしたらね、出たものについては議会の職員が一応見てね、読んで、でその決まりがあるんだ、出し方が、要するに連絡先あるかとかね、日本語でないといかんね、日本語かどうかとかね、それから日付があるかとかね、連絡先があるかとかね、それから意味がわからないかんので、あれね、意味がわからんとダメなの、うん、何を言ってるのかがわからないとダメだ。でそれがね、整っとれば受け付けるんだ、うん、で受け付ける。それは議会事務局の職員がね、すごい時間かかるんだ、あれじーっと見てね、なんか一時一時見てくみたいな感じなんだ。でね、見てね、で、あ、これいいです、じゃあ一応預かりますみたいな感じな。でそれが陳情書ね、文書でないといかんでね、それがその議長に渡されるわけ。議長、市議会の議長ね、うん、それは大体3年とかね、2年とか変わるんだけどさ、その時の議長に渡されるわけで、議長がまた見るわけ、それを。でまあいいだろうというようなことになると、今度議会運営委員会というのがある。だから日進だとね、多分だよ、3人か4人だと思うんだ、議会運営委員会。それでね、そこに出されるわけで、そこに出して、それで委員会、いろんな委員会があるの、その委員会に出して、そこでさらに論議するのか、まあ、それで終わりかという、この2つに分かれるわけだけど、自分が出そうとしとる陳情は多分そこで終わりなの、まあ、大したもんじゃない、
まあ、それに 犬が散歩しとるでね、どうのこうのとかいうような問題だから、だからその委員会には行かんわけと思うんだ。分からん、行くかもしれない、行きゃ行ったでいいんだけどさ、多分それで終わりなのこういう陳情が出ましたみたいな感じで終わりで、そのそういうことを議会 の人が電話で教えてくれたんだ。で、そのそこで仮に終わりだと、その議会報告みたいな形でね、1年に4回ぐらいあるんだから、議会っていうのは。それがいろんなのを閉じられてね、結構あるんだ、書類が分厚いんだ。それ閉じてね、で各かね、何々かという市役所の課に回覧されるというところが他の市役所にはあるんだけど、日進氏はどうですかって聞いた。日進氏はその議会、今回の議会についてはこういう市長が提案したらこういうことでね、でまあ政党のいろんな人、こんな人が質問したとかね、それから請願はこういうものが出たとかね、そういうのが閉じてね、回覧されるわけで、そういうことがあるんだけどって聞いたら、日進もそれはあるって言ったのそれは読むか読まんかは別だよ。市の職員がおそらく読まんと思うんだ20人に1人ぐらいは読むぐらい、そのぐらいだと読まん、普通は。そんなとこは陳情まではで、その読まんけども、読もうと思ったら読めるわけ回ってくるから、まだ記録として残るからね、読もうとしたら読めると。そういうことかって聞いたら、そうだって言ったということは、やっぱりね、例えばだよ、例えばそのゴミの収集の関係の係とかね、そういう関係するか興味のある職員、そういう人は読むわ。興味のない人は読まん。だけど自分としては興味のある人が読んでくれやいいわけだから、2、3日に行きますって陳情書を出しに、と言って昨日電話を切ったんだけど、要はどういうことを陳情しようかと思っているかというとねこういうことに、日進氏は何年か前ね、3年とかその辺だ前から、ゴミの持ち去りについて苦情がね非常に多いと、だからそのパトロール、それパトカーみたいなデザインになっとるんだ、軽のバン の青いランプがくるくる回ってね、それを朝ね市内に回しとるわけ。なんか音は出てないけどね、ただ回しとるでゴミの持ち去りをやってるような怪しい人に見つけると声をかけるわけ、まあ、要は持ってっちゃいけませんよと、持ってったらダメですよっていうことを言うわけだけどね。で、それが声をかけるんだけどね。もう一つは怪しい人間がおると追跡しとるわけ、追いかけるわけで、追いかけられた方は逃げるわけじゃん、そういうことなんだ。だから市内で、まあ、パトカーがなんか パトカーが追跡するみたいな感じで、サイレンは鳴らさないし、赤いパトランプじゃないんだけど、青いやつで追跡しとるわけじゃん。でね、日進でそれはあるの、実際は自分は確認した。だからその陳情書で陳情書で出すのは何か言うとね、一つはその声をかけるということは、それはどういうその法律に基づいてるんですか、追跡するのはどういう法律に基づいてやってるんですかっていうことを情報公開したわけだ、1週間ぐらい前だな、そしたらね、この間電話があって、2、3日前に、その法的根拠はないっていうわけじゃん。ない、だからないことをやって、法律的な根拠がないことを日進の市役所が勝手に判断してやっとるわけじゃん。だから、
自分自体自分にあのしたらそれは違法なんですよ。法律的根拠がないことをやったら法律違反なんて だと思うんだよ。で公の道路でさちょっと待ちなさいっていうことを市の職員が言うということはその人の自由をね制限しとるわけですよ。その人会社行こうと思ってるのに泊まりなさいって言って会社行くの待てってことでしょ。だから損害を受けてるわけじゃん。だからそれはねで警察ね警察の職務質問っていうのがあるんだけど職務質問っていうのはあの警察官職務執行法第2条っていうので職務質問はしてもいいことになったんだ。警察の一人一人の警察の判断で怪しいと思ったら質問できる。それが法律にちゃんと決まってるわけ。ところが日清の市役所にはその法律があるかってことなの。日清市職員職務執行法っていうのが第2条があるかってことなの。それは多分ないと思うんだよ。いやあるかもしれないけどないと思う。でさらに追いかけるなんてとんでもないんですよ。であのその後ねそのパトカーみたいなデザインの青いランプのついたねくるくる回すやつそこを管理する交通なんとか忘れちゃった係があるんだ日清市がそこが管理しとるわけそのパトカーみたいなデザインの K の番だわ。で使用目的をちゃんとつけ決めてそれで講習を受けた人が運転講習を受けた人が乗ってないといかんらしいんだ。そうやって電話で聞いたらすると、うん、でだからそこの交通の関係にも言ったんだろう。声をかける追跡するその許可出しとるのかあったらいやそこまではちょっと詳しくわからんって言っとった。だけど声をかけるのはともかくとして追跡するなんていう許可は出してないだろうとおそらくって言ったらいやそれはだから担当係に確認してみるって言っとった、うん、でも確認してそんなもん俺言ったからなって言ったんだよその交通の係に。こんなもん自分がそうされたら俺は裁判1円損害賠償よこせって言って裁判起こせな。その時になそのゴミの関係の係じゃなくてあんたんとこも入れるから監督不行き届きでなあんたんとこも2ついっぺんに訴えることだってできるんやでな俺言ったからなってよ言ってやったらだ確認ちゃんと確認するって言っとったけどさ。それでその陳情書にはそういうことをずっと書いてねそれでこんなことでいいですかとちゃんと議会としてねその正しくね正しいね法律に基づいてね条例とかね基づいて行政ってのはやらなあかんですよあかんでしょう。だからそういう指導するの立場はね あんたたちちゃんと見とってねその正しく指導 してくださいよとこういうね陳情を出そうと思ってまあそれで、ね、どうなるじゃない。いや本当にもう一つだから今日あたり電話しようかと。いやそれ陳情書を出しました。そしたらその結果電話したら教えてくれますかってどうなったっていうことをね。で、まあ、例えばその議会運営委員会にかけてで委員会には出す送らないで その、まあ、そこで、まあ、ことは終わりましたということならそれでいいんだけどね。そういうことが聞けるかと秘密なら聞けれんけどさということをね電話で聞こうと思って、うん、まあそれが日清の話ね。まあ別にこんなことやらんでバカバカしいさ日清がどうなろうと俺自分の知ったこっちゃないからさ日清がどんだけ日清の市民がどんだけ損 しようがね自分とは関係ねえんだ関係ねえ、うん、日清がどんだけゴミが増えようがさまあ自分は全然関係ない。日清がどうなろう関係ないんだ、うん、そんなことやらんどうでもいいんだよ。日清なんか車で行ってガソリン使って行ってさなんか考えて文章考えてさ陳情書出してさ、ね、それ何がなるかって何もならへんねん、うん、そんなね行政っていうのはねそういうもんじゃないの、うん、そんなもんね砂漠に水まくみたいなもんでね意味ないんだ、うん、
意味ないけど、やると分かるじゃんな、いろいろその辺のことが、うん、だからやらんと分からんね。だから自分は、ね、陳情書ってやつね、今までね10本ぐらいは出してるんだ、いろんなとこに、いろんなとこに陳情書を出してくる。で、なんでそんなことするかっていうとね、市の職員っていうのはね、まあ、警察でもそうだけどね、まあ、公務員だよな、弱いやつには強いんだ、弱い人間には強く出てくるんだ、で強い人間には弱く出てくるんだ、うん、でそれはねもう公務員の差がってやつで、まあね、強きには弱い、弱きには強いって一番情けない人間だよね。人間としては一番情けない人間なんだけど、それはね、まあ、全国共通なんだ。で例えば自分がね市の職員のとこ行ってね何か言ったとするじゃん。でそれは一市民なわけだ、一市民だからこいつは多分大したことない、まあ、ほとんどバカだなということを初めから考えてるわけ。市の職員というのは大体 大学卒業してね、まだ1年か2年か3年ぐらいのやつが窓口におるから、行くと向こうは大学で俺はエリートだみたいな感じ、選ばれてここに来たんだみたいなこと考えて、大体考えてるから、その市民なんてどうせバカだっていう考え方で、もう初めからそういう前提でね、いや考えてるわけや。ほんでなんかいいにも A でお願いしますみたいなこと言ったするじゃん、自分がね A で、すると向こうはなんかこいつはバカだろうって、まあ、初めから思ってるからさ、バカにしてさ何も知らんだろうって、ね、ということなんだ。で向こうはそういう考え方が来る。でまあいろいろこっちも下から出てってさ、すいませんけどみたいな感じで下から出てっていろいろとこうで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 すみたいなこと言うからさ、あそうですか、じゃあまあ今言ったことと自分の考え方を文章にして今から議会に陳情に行きますって言うと、急に態度変わるんだ、ものすごく変わるんだ、人間ってこんな変われるもんかくらい変わるんだそんなぐらいか。だからね、その相手の公務員をに真剣にものを考えさせようとするには陳情書、まずね、それ誰でもやれるから、誰でも陳情は出せるから、まあ一応言ってみて、いやじゃあまあ今言ったことを今から議会に行ってね陳情書って出しますって言うと、急に態度が、まあ、嘘だと思ったらやってみて、本当にこんな人間ってこんなに変われるもんかっていうぐらい変わるんだ。だって今言ったようにさ、陳情で出せば、まあ議会事務局でこんなのはちょっとあれだと受け取れませんとかなんかいうのは意味がわからん。だけど意味がは何でもいいんだもん。だからあそこの公園の木がね、木が伸びすぎとるで上を切ってくださいとかね、そんなことでも何でもいいわけ。だから大概ね、もう 99% 受け付けるわけ。あと連絡先とかね、日本語である日付があるぐらいの、そういうこと決まりあるね。でそのだから出せるわけで、出すとこの議長が見て、まあ問題なきゃ別に議会運営委員会にかけるわけで、議会運営委員会にかけるけど、問題が大したことないかったら委員会に行かずにそこで終わるわけじゃん。終わるけど、これは全職員が見れる、全職員が見ることができる。1枚出しただけで何千、春日井市だと多分何千人が見ることができるわけだよ。そういうこと、そういう、だから1枚出しただけで、1枚出しただけでものすごい効果がある。こんなに宣伝効果のある、ね、ことはないんだ、他には。1枚出しただけでいいんだよ。で、こっちは写真撮ってきゃいいってさ、スマホで写真撮って、1枚作ったやつ出しちゃいいんだってさ、OK。まあそういうことだから、すごく費用対効果っていう点についてすごいね効果があるだからそれやった方がいい、うん、はい、まあそういうこと。それではあと何の話だった今日は。まあそういうことで、今日何時だ、今6時40分だよし、まあそういうことでね、寝ても覚めてもビットコインということでやっておりますので、さっき言ったように今年の夏ね、もうブリックスが首脳会議やるとかね、まあ、それから
中国が、あの中国があの今ビットコインの取引禁止しとるけど、もう香港あたりではあの取引できるようになるんじゃないかとか、いろいろそういうね、あの話もあるから、あのビットコインはびっくりするぐらい上がると思うんだわね、うん、だって寝ても覚めてもね、ビットコインビットコインと、まあ、自分は言ってるわけですよ。はい、まあそういうことで、あの皆さんこれに懲りず来てください。よろしくお願いします。